制の確保。有志連合にはエルジア軍機もいるが、味方機と識別する情報をデータリンクで送った。確認した。無人機を含むエルジア政府軍機は敵機と識別される。二つ頭のエース機の実力存分に見せつけろ。うちのエースはもう2機じゃねえんだがな、伝わってねえのか。そうだな、カウント。もう2機じゃない、ワイズマンの鍛えた部隊だ。今残ってる連中は全員エース級だよ。国籍を超え、この空域に集まった者に次ぐ。こちらはオーシア南部方面軍司令部。いや、国籍のことは忘れてくれ。我々はただアーセナルバードを落とすという目的だけでぶつかれた有志連合だ。アーセナルバードへの一斉攻撃の開始時刻を待て。了解了解。オープンチャンネルで喋ってやがる。敵にも丸聞こえだ。それしかないんだ。オーシア連合とやらにはエルジアも来ている。こちらエルジア空軍のスコール隊と2中隊。我々は独自の判断でここにいた。ロングキャスター、そちらは管制下に入る。こちらすいません。我々の正直は特に無理です。空軍といっても一小隊しかないからな。ミスター X の手下か。カウント、慌てるな。交戦は禁止。ああ、分かってる。今は一機でも味方が多い方がいい。それがワイスマンを殺した奴の仲間でもな。無人機と有人機を同じ空域で運用な軍隊飛行にする敵小隊がいるのか。そこまでして戦争を続けたいのか、連中は。あと何機落とせばいいんだ。一機ずつ落としていけば必ず数は減らせる。新しいエルジアの状況。リーダー機が落ちたら無人機の動きが鈍った。はい、リーダー機がいない無人機は止まり。3本線や右からとはこれ以上に頼もしい存在はない。もう一度と3本線を振り回したね。これは大戦じゃない、即位戦争だ。アーセナルバードを落とし、我々が新しい国を作るし。有志連合とは言ってるかよ。もう組織だね。戦争が終わったら勝手に出すに決まってる。その通りだな。我々を導いてくれないか。いや、誰かが必要だ。無人機のリーダー機を確保。ロックオンだ。三本線が敵を撃戦。さすがだ。それだ、ロックオン。配信始めるぞ。今地上波放送と動画配信の両方で喋ってる。私は、いや、私たちが誰なのかは重要じゃない。まず目的だ。軌道エレベーターを運行。そしていつまでも戦争と混乱を生み出し続ける無人機の生産工場への電力を止めよう。無政府状態になってなお続くこのくだらない戦争を終わらせること、それが目的だ。今ここで何が起きているかを伝えたい。地上は家を失った難民でいっぱいだ。ここも例外じゃない。にもかかわらずだ。その頭の上で戦争が続けられている。向こう回避、ミサイルを回避。味方のエルシア軍機ってのは反乱軍か。南西の勢力って気になるが、そう単純な話でもないようだ。政治の勉強は後だ。目の前の敵を倒せ。了解。見ろ、空へ伸びたあの線を。ケーブルは遥か空の上に消えてる。あまり知られちゃいないが、軌道エレベーターは世界一高い電波塔でもあるんだ。理論上この惑星のちょうど半分に電波を届けられる。そいつを拝借して今私たちは海賊放送のわけだ。大陸規模で通信インフラがダウンしちまってるので、この動画を見れる地域は限られる。配信サーバーにアクセスできたラッキーな奴らは、ほら、こうして王女様の顔が拝める。コメント、何か喋っている。エイブリル、こっちに来て大丈夫だ。銃は取り上げた。よかった。入り口を開放しましょう。よし、みんなで難民たちを地下トンネルに。ジュリジュ、サブライダー。よし、了解した。ストライダーは敵の狙いはお前だ。何でも機械にしてやるな。何か命は助かる。
ゼナルバードからミサイルの発射を確認。こいつはヘリオス。マッキー、着弾地点から距離を取れ。着弾まであと10秒。システム。
早く難民を
ター2、生きてるか？なんとかな。だがこれ以上は飛べそうにない。西に数キロ行った沿岸にオーシアの空母がある。座礁したままになっている艦だ。難しいが、そこに着艦するしかない。トリガー、両機のエスコートを頼む。空母へ向かおう。今はそれしかない。完璧な着艦だ。ひとまずは助かったな。さて、ここからが正念場だ。アーセナルバードへの指定攻撃の開始時刻を待て。了解了解。香港チャンネルで喋ってやがる。敵にも丸聞こえだ。それしかないんだ。もし連行とやらには無事を決める。こちらエルジア空軍のスコール隊と20隊、我々は独自の判断でここに来た。総務結果、こちらは艦船が対応。こちらすいません、我々の戦績は届くのか。空軍といっても一小隊しかないんだね。ミスター X の手下か。カウント、慌てるな。交戦は禁止。